速歌塾の久保です、えー、大悟さんの動画を見たりねするとよくよく思うんですけども、えー、メンタリストっていう職業といいますかねメンタリストをやってる方って日本では大悟さんだけなんですかね多分大悟さん以外にもたくさんいらっしゃると思うんですよ、うん、もちろんですね大悟さんにメンタリストっていうものを教えた人もいるはずなんですよね、えー、そしてその教えた人っていうのは大悟さん一人に対して教えたわけではなくて何人かに対して教えていたと思うんですよでも多分日本でですねメンタリストで誰か 知ってる人いますって聞いたら、第5位以外の名前は出ないと思うんですよ。そうなんですよね。なんかね、やっぱりね、どんな道でも、うん、成功する人っていうかね、人際際立つ人っていうのは一部なんですよ。 うんまあ野球の世界スポーツの世界でもそうですよね頑張った人がみんなフィールドに立てるわけではないんですよビジネスの世界でもそうなんですよ正直にやったから一生懸命やったからといって誰もが望むような人生を獲得できるわけではないんですよねでそこで私はですね情報販売者としてですねあの、まあ、一部教育者として思うことがあるんですよ あの100人の弟子が来て100人が成功するわけではないのに100人に同じように商品を販売していいのかななと思うわけなんですよねで私はどうもそこがね大前提として100人来てくれたとしてもみんながみんなうまくいくわけないんですよね。それの前提を知ってるのにみんながみんなに負担を強いてしまう時に金銭的な負担を強いてしまうのは私はフェアではないかなとだから成功した人から、まあ、その割合に応じて頂い,いて、えー、まあね 残念ながらうまくいかなくなった人にはあんまり相当な不安を負担を強いるわけではないかなと思うんですよね。これがね私の言う、まあ、累進課税みたいな考え方です、えー、成果が出た方からは感謝の量だけいただくと例えば成功報酬の10%とかね何、えー、か分かんないですけどそういうのをいただくそういう意味で私は感じた感謝の分だけってお話してるんですよだから私の方にね入金してださる方ってやっぱり利益に応じてなんですよね。 まあそんなことを約束したわけじゃないですけどもだからかなり儲けた人って速価塾の塾費用30万円以上の金額にやっぱなっていくんですよで、えー、速価塾に入ったんだけどもそんなにね稼げなかったよ5万円ぐらいしか稼いでないよって方は頭金だけで残りの方はねまあ保留という形とかになってると思うんですよ、まあ、これは結構いい払い方だなと思ったんですけども今度ね明日から始まる消費税ってどうですかねいきなり消費税に話変わりますけども消費税ってのは1億円持ってる人からも 10万円しかないから方からも同じように、あのー、税、課税されるわけですよね、同じ割合で。これはね、かなり私は不公平だと思うんですよ。要するに、成果が出なかった人からも分取る、成果が出た人からは、あもう分取ると。その分取り量が 1>, 1億円持ってる人っていうのは例えば月間で20万円の生活費をかけたとしたら20万円に対して消費税がかかりますでもこちらの方で、えー、1億円なんてとんでもないと20万円しか持ってないよとしかもその20万円全部生活費に消えるよって方からも同じ割合取ると。 1> 1億円持ってる人からも20万円しかない方からも同じだけ取ってるわけなんですよねで資産が残るのは1億円を持ってる人なんですよそうなんですよ預金には課税されないからなんですよねそう考えていくとお金を持った人は課税されないんで持ったままになってしまうんじゃないかなと思ったりお金を持ってる人っていうのは消費活動よりも投資活動にやっぱお金が移ってしまうんでますますね市場にお金が回りにくくなってくると思うんですよで現在ですね実体経済に回ってる金額の3倍から4倍が金融資産に変わってると。 いうことが言えますいわゆる嘘の経済なんですよね実際に私たちがやり取りする金額が例えば100兆円だとしたら金融商品としてぐるぐる回ってるのが300兆円以上あるってことなんですよ、まあ、ですんでこの金融商品があポシャった時にですねいきなり400兆円に見えていたものが100兆円にしかならなくなるわけですからかなりのですね えーまあ、下落が落がちちるるのかなとという,ふうに考えてるんですよね、まあ、ちょっと話がだいぶずれてきましたんで最初に戻りますとビジネスっていうのもねやっぱり努力した人みんんななが成果を得れるわけではないんですよ言ってみれば誰かが割り送ってるから誰か人一,一部の成功者が生まれるわけなんですよねではその成功者っていう方言われる方があの成功できなかった方に対して何か報いるものがあるとすれば、まあ、やらなくてもいいんですけども報いるものがあるとすれば他の人よりも多めに払うってことなのかなと。 そして同時にですね、うまくいかなくなった人からは、そんなに徴収しないということなのかなと思ってしまいます。まあ、DAIGO さんの話からね、消費税に来て、こういうふうな軸費用の払い方まで来てしまいましたけれども、こういうふうな話の展開ができるっていうのは、どうですかね、皆さんの中に、えー、一つの教育教材として残るんではないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。今回は以上です。